今日はレジンネイルホイルでラスティーゴールドの風合いを表現していきたいと思います。ラスティーとは錆びたという意味で、ネイルホイルの広い面を使って今回はこんな感じのメタルな雰囲気を作っていきたいと思います。ダイソーのシリコンモールドシリーズで今回はタグを作っていきます。エッフェル塔だけちょっとまだアイデアが。では初めにデザインの確認をしておきます。今回はこういったデザインフィルムを使いたいと思うんですけれども、まず最初に配置をして位置を確認しておきます。これは切手のマークですね。今回は裏側から作っていくので、最初にデザインを決めたら写メなんかを撮っておくといいかもしれません。こんな感じで配置しようと思います。こちらは名前入りの香水瓶で作った時と同じジェルで作ったネームプレートです。そしたらあとは猫ちゃんのシールこの辺に配置しようかなと、デザインを決めたら一旦こちらのフィルムを取り出します。では第1層目を作っていきたいと思います。全体に、薄く埋まるくらいのレジンを流していきます。こんな感じで流したらいつものように爪楊枝を使って全体に薄く伸ばしていきます。今回は裏面から作っているので、一番下の層が表に出てくる感じになります。なので最初にネームプレートを入れていこうと思います。デザインの中で一番前面に出したいものを今回は一番最初に入れていきます。こんな感じで、通し穴の周りもしっかり通したらこんな感じですね。平らになったところで、ネームプレートを香水瓶の時と同じように斜めからこんな感じで入れてあげます。フィルムとレジンの間に空気が入らないようにしっかりとゆっくり入れて押し出してあげます。こんな感じですね。そしたら、逆向きになっているので、先ほどデザインした配置と、反対の傾きに設定してあげます。こんな感じで裏面から作るっていうのは少しイメージがしにくくて難しいですね。はい、ではここで一旦硬化します。硬化が終わりました。こんな感じで固まっています。そしたら今度は少量のレジンをこの辺りに流します。全面に流す必要はないので、このエッフェル塔と切手のデザインフィルムを先に固定したいと思います。流したレジンをこの辺りですね、少しだけ爪楊枝を使って広げたらこの辺りに配置したいと思います。まず最初に、切手とエッフェル塔を固定したら、その後にこの手紙のフィルムを載せていこうと思っています。さっきとは逆向きでこの辺りかなと思うところに配置をしていきます。こんな感じですかね。切手の方も配置していきます。すごく小さくて見えないんですけれども、一応文字が書いてあるので裏か表を確認して逆向きに、配置してあげます。もう少し下の方ですかね。こんな感じで、配置をしてあげます。いいかなと思ったところで硬化する前に一旦、フィルムで、確認をしてあげます。この辺りに置きたかったんですが、確認をした時にエッフェル塔がもう少し斜めの方だったかなと思ったので、確認をしながら配置をします。効果が終わりました。そしたら、次は手紙のデザインフィルムを入れるために、レジンをこのくらい、さっきよりは多い量で全体に流れるくらいの量を流していきます。レジンを流したら爪楊枝を使って平らになるまでゆっくりと伸ばしていきます。端の方までしっかりと伸ばして平らにしてあげます。
この後にネイルホイルを使ってデザインしていくので、この時に平らにしておくことが重要です。一旦伸ばしたら、ここで手紙のフィルムを入れていきます。爪楊枝を使って押し穴の周りと、一旦アウトラインを少し撫でるような感じで外枠についたレジンを流してあげます。そしたらまた手紙のデザインフィルムを取り出して、斜めからゆっくりと落としてあげます。空気が入らないように上からしっかりと軽く押さえてあげる感じで配置をします。こんな感じでいいかなと思ったら、さらに上から少量のレジンを流します。そしたら広がるのを待って、爪楊枝を使って周りとなじませてあげます。またここで一旦平らになっているかを確認します。今回前回使ったネイルホイルの裏面の色味を使いたかったので逆からやっています。逆からやるのはちょっとやっぱり難しいですね。ではここで硬化します。こんな感じで硬化ができました。ここでのポイントは平らにするということと、あとは少し未硬化のレジンが残るくらい、表面がベタつくくらいの、硬化でということです。この後、これネイルホイルなんですけれども、こちらを乗せた時にベタつきを利用して、転写させたいので、完全に硬化する前に取り出してください。では切り取ったデザインフィルムを、当てます。まずはアウトライン、爪楊枝の裏側を使って、少し撫でてあげます。そうするとですね、今回広い面なのでかなり広くつきます。一気にこのくらいつきますので、全部をなぞってしまうと全面についてしまうので、このラスティーな感じを表現するときはまた様子を見ながら半分、3分の1、3分の2お好きなところに全体につけるというよりは少しずつ転写してあげるっていう感じです。フラットな面なのですごくつきやすいです。かなり軽く押さえただけでもつくので、こんな感じで全面にゴールドが転写されます。様子を見ながら転写していて、こんな感じで仕上がっております。ロックな雰囲気ですね。そしたらこの、使い終わったところを使って、また細かいゴールドを散らしていきます。こんな感じでクリアの残ってるところに少しずつ、鍵の時とは逆ですね、最初に細かいゴールドを全体に散りばめたんですけれども、今度は後から空いてるところにこちらの使い終わったフィルムを使って細かくゴールドを散らしていきます。端の方までしっかりと自分の好きなところに転写してあげてください。新しいフィルムを使うとまたたくさんついてしまうので、大きい広い面と細かい面とでまたゴールドの質感を出していきたいと思います。こんな感じで仕上がりました。いいかなと思ったところで最後コーティングをしていきたいと思います。こちらが裏面の最後のコーティングになります。たっぷりとレジンを流して、爪楊枝を使って平らにならしたら、硬化してあげます。こんな感じですかね。ゆっくりと流れるのを待って、それから爪楊枝を使っていつものようにならしてあげます。平らになったら、全体に伸ばしたら、ここで一旦硬化します。硬化が終わりました。触っても大丈夫です。かなりゴールドの反射がしますね。そしたらゆっくりとモールドから取り外します。
広いモールドなので割と、取りやすかったと思います。こんな感じで、できています。そしたら、横についた、バリですね、180グリッドのネイルファイルを使って、軽く擦る程度で大丈夫ですね。ほとんど、バリは出てなかったんですけれども、もしバリがあったら細かいファイルを使って軽く撫でるような感じで処理をしてあげます。このくらいでいいかなと思うところまで、取ってあげます。そしたら台紙に置いて表面のコーティングをしていきます。今回マスキングテープなくなっちゃったので、シリコンマットの上で作業をしていきたいと思います。固定をしたらこんな感じでレジンを流してあげます。表面を覆ってあげるくらいの量を流したら爪楊枝を使って全体に広げていきます。シリコンマットもちろん固定できるんですけれども、私傾けたり台紙を回したりすることが多いので、あとは家にあるものということでマスキングテープと台紙を、使っています。でもシリコンマット何度も使えるので、表の方はそちらを使ってください。ではこんな感じで伸ばしてあげたら、今回も通し穴の周りを塗るときは爪楊枝を使いました。そしたらですね、また猫ちゃんのシールを貼るのを忘れてしまったので、少しレジンを流し、寄せてからその上に猫ちゃんのシールをこの辺に配置して、それからこんな感じですね、またレジンを上からかぶせてあげます。シールはレジンを流す前に貼ってあげた方がやりやすいです。よく忘れてしまいますね。こんな感じで、上からコーティングをします。全体に伸ばしたら、今回はストーンと思ってたんですけれども、出来上がりを見たらかなりメタルな感じになったので、ゴールドのスクエアのパーツをここに1つ2つをつけてあげます。こんな感じで微調整をしたら、今度は小さいメタルパーツですね、こちらもスクエアのものを1つ配置して微調整をしてあげます。キラキラする感じよりはこのメタルな感じを今回は使いたいなと思いました。そしたらこちらの端にも一つゴールドのメタルパーツを置いて、同じように小さいスクエアを隣に置いて配置します。こんな感じでデザインが決まったら硬化します。硬化が終わりました。そしたら今度は側面のコーティングに入りたいと思います。いつもと同じように今回も1面ずつコーティングしました。そこはちょっと飛ばしまして、コーティングが終わりました。横から見ると、下から見るとこんな感じに仕上がっております。こんな感じの、想像以上にメタルな感じになったので、なんかかっこいい雰囲気になりましたね。今回は裏のネイルホイルの裏面の色味を使いたかったんですけれども、想像以上にがっちりとついたので、途中からちょっとまた変更してメタルなロックな感じになったかなと思っています。デザインフィルムが、思ったより見えなくなっちゃったんですけれども、これやっぱりあるのとないのとでは違うので、デザインとしては見えなくても入れておいた方がよく見ると見えるという感じで私はいいかなと思います。裏はかなりゴールド、キラキラした感じになっています。レジン、ネイルホイルでラスティーゴールドのやり方でした。